はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールヒロアカワートリが今日で終了するというわけで、まあ最終日頑張っていこうかなと思うんですけども、今日使っていくパーティーこんな感じでして、まあデクエリなんだかんだデクエリ使ったらぶっ刺さるんですよね。まあ解除パが多すぎてくっそうざいんですけども、頑張っていく。さあというわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、やっぱ3枠目エンデバー多いねんな。なかなかに厄介なんで、そこを対応できるかどうかがかかってくると思うんですが、まあ相手さんダブルバフ積んでくれたんで、1枠目エンデバーがぶっ刺さっていると。はい、ただこっちデクエリで攻撃のバフを解除しようかなと思ってたんですけども、相手さんちょっと必殺を分厚く積んできたか。なるほど、まあでも解除できるもんはあるんでしときましょうかね。はい、んで、まあ、ミスターでバフもまた積んでいきまして、僕は解除パよりバフパの方が、今週なんかいい気がするんで、まあ、ゴンゴンバフ積んでいく感じでいこうかなと思うんですけども、相手さん、バフ回積まずと、これ絶対次の友情技、バフ解除積んでんな、ゴリゴリに。そんでここ、ナスさんでめちゃめちゃバフ積まれたんですけども、こちらが13万。まあまあいいバフ入りましたね。んーでもって、ここ相性取られてんのめちゃめちゃ怖いな。大丈夫やろうか。エンデバー今週ね、マジで強いからな。で、友情技は？あ、まあまあ想像通りという感じですね。このデクエリの反撃がどこまで生きるかやな。遊んでリボーンでバフ積んでバフ回してっていう、まあ定番のムーブですね。はい、とダメージいいかほど結構入りそう。いや、キモすぎるバフ。あー反撃4万か。なんかめちゃめちゃひっくり返されそうやねんけど大丈夫かな。相手さん、常闇くんか。常闇くん強いからな。忖度入った。ダメージいいかほど頼むぞ。これはいける。うわ、よかった。最後のまくり方気持ちいい。今週はやっぱりいろんなパーティーがいますね。なんかこれっていう感じのパーティーがあんまりなんか皆さん見つかってないような気がしますね。まあ僕もね、今週解除パにしようかバフカにしようかめちゃめちゃ悩んだ1週間でした。結構面白かったですね。そんでまさかのチカさんですか。いやー、ちょっと恐ろしいな。まあバフ回積まれるんで、あー、しかも友情技でもバフ回積むか。相手さんはあれなんですかね、ワートリが好きなんですかね。ワートリパというわけで、ここまあまあ厄介ですね。ラス枠は石を取られてるんで、それがもう全てを物語っているんですけども、ここ必殺割られなかったんで激ナイス。いや、立川さん、まあ立川さんはね、バフ積み要因なんで、4枠目の性能はあんまりないので、まあまあいいんじゃないかなと思われるんですけども、ここ、コナミ先輩で、バフ積まれんのがちょっと、きっついな。何個割りされるかにもよって変わってくるんですけども、そこの上書きはナイスすぎる。あ、ただ、ねじれ先輩、積んでるか。さすがに友情技までワートリー揃ってないよね。まあ、まさかのサイヤ人いるというわけで、ここめっちゃ入るよ。ダメージいかほど。おー、すごい！いいね。まあ、反撃全然食らわないんですけども、ここまでアドバンテージやったら、ひっくり返されることはないでしょう。いくら弱点といえど。というか、僕も今気づいたけど、偶然にもヒロアカで揃ってんな。これ狙ったわけじゃなくて偶然に揃ってたっていうことを今知ったんですけども、はい、これ多分タイトル回収しましたかね。今日のタイトル多分ヒロアカなんかヒーローの時代がやってきたみたいな感じのタイトルだと思うんですけども、ダメージいかほどというわけで、はい、勝ち確アザシ。やっぱトドロキくん今週め、あー
それはあかんわ。4枠目ユーマカッちゃん、いやそれはあかん。んーで1枠目エンデバーミラーでしょう。んで次もミラーなんで、いやーこれはちょっとバフの数値的にどちらが勝つかやな。いやこんな感じの似たようなパーティーねよく見るんですよね。まあ一応バフは解除できている。相手さんの友情技がどんなもんかやな。あーバフ解凍とまあがっちりとしたやつはつまへん感じか。んでここで一気にまあ割る感じですかね。うん、4個あり、相手の方が1個多いな、ダメージ以下ほど。はい、相手の方がこれ必殺のレベル高いな。僕のデクエリ無凸やねんけど、圧倒的に相手の方がちょっと稼いでたんですけども、あー相手さんこれ貫突やな。貫突デクエリ恐ろしすぎるんですけども、相手さんまあバフ回積んでるよね、定番で。んでウルカと。なるほど、まあここ先行取ったことをいいことに、フーゴ先に発動したんで、まあバフ回されることなく済んだ。ダメージ以下ほど。いやー入るね、いいダメージ。10万11万。アドバンテージはこれ5万ぐらいかな。いやーひっくり返されるやろこれ絶対に。こんな甘ったるいバフじゃ許されないと思うんですけども、いかほどでしょうかっていう感じで、まあここで20万回復されたんでアドバンテージはひっくり返しましたね。10万ぐらい稼がれていったんですけども、そんでまあ友情技の組み方もうまいな。これは死んだかな。さすがにまくること無理じゃないかな。はい、なですよね、これは無理ですわ。やっぱりなんだかんだラス枠黄色積んでる人多いですね。さあよろしくお願いしますというわけで、あ高校はまあまあいいんじゃないかなと思われる。ダブルバフナイス。相手さんラスワークはマジキ先輩か。なるほど、先輩の威厳を見してくる感じか。んで2枠目霧島くんと、そんでバフ回積んでくる。これは繋がらんかな。ちょっと待ってくれよ。コナミ先輩で分厚く割られる方がきついんですけども、いかほどでしょうかっていう感じで、これに関してはデクエリ1個だけか。まあしゃあねえな。ちょっと着地地点等とゴミでしたね。ダメージいかほどというわけで、はいはい、全回復されていきまして、まあ2枠目がほぼ無意味となっていきましたところで、ちょっとここのガン割りえぐないねえ。これ何個ありですか。3、4、5、6、7個お姉さん来まし。ここの7個お姉さんやばすぎん。冷静に考えなくても、錯乱しててもここの7個お姉さんやばすぎん。ダメージ上は全然っていう、あここ上書きないです。ダメージ上はあれなんですけども、バフの数値クッソなんですよね。ここに関しては相手さん3個割り、アドバンテージは40万ぐらいあるんで、いやこれをなんとかして生かしていきたいところなんですけども、相手さんの必殺ダメバフ、はい、189%、 貫突ではなかったか。そこがまあ唯一の救いかな。コナミ先輩貫突ありやったら多分210なんぼバフされていたんで、まあそこは助かったんじゃないかなと思われる。弱体積んでいきまして、まあ意味ないんですけども、吸って、いやこれ40万のアド輝くんじゃないか。素晴らしい、これ多分ひっくり返せることない。あぶんなぁ。怖っ。さあというわけでラスト1回やっていきましょうか。今週最後ですね、正真正銘の頑張っていこうかなと、思うんですけども、よろしくお願いしますというわけで、3、4有利取っている。ナイス。1枠目エンデバー、1枠目エンデバーやっぱ多いね。
めちゃめちゃ多いわ、このパーティー使ってる人。おただ、前言撤回していきまして、まあ、繋がっていくよね。定番で、2個あり。お全回収してくれたんは、いいね。そんでやん、めちゃめちゃパーティーに似てんな、相手さんの、僕と。ね、ここに関しては、まあ、こういう感じしかねえな。ちょっと、角を取っているオセロなんですけども、しゃあないな、これは。お互い共に割っていきまして、相手さんの方がダメージは伸びますかね。まあ、2個割りされてて、その火力がまあまあいいんじゃないかなと思われる。でもって、相手さん的には、爆弾、ハイレイン爆弾3枠目か。僕やったら2枠目に積んで、3枠クソぶっぱ狙うムーブにしているんですけども、相手さん3個割りと、ここの3個割りちょっとキッついもんがあるね。これは先に割りましょうかね。先に割っていきまして、2個割りぶちかまして、あそこめちゃめちゃ上書きされそうなんかこういう感当たるんだ、やめてほしいんですけども。ダメージは全然食らわん。これ反撃以下ほど8万2万。ダメ減されてるからな、ここのダメ減なかなか。おお勘が当たりましたね。はい。まあ、ちょっと予想外の勘やったんですけども、まあ、当たってよかったというわけで、これはあいつさん3個割りかな。2個割りと。いいんじゃないかなと思われる。でもって、こちら側としては、バフの数値的には勝っている。ただ、高校なんでね、ハイレインは HP が 75% 以下になったらバフが発動するんですよ。これバフ発動しそうやな。こっち側から殴るんで、いかほど。発動するか。これ、トドロキくん、弱点属性なんでね、このハイレインの爆弾、キャラの爆弾は、その付与さしたキャラの属性が、まんま爆弾になってるんで、この爆弾は黄色属性なんですよ。トドロキくん不利というわけなんで、ここちょっと怖いなぁ。ただ、アド的にはめちゃめちゃ稼いでいる。そんでもって、カードは死守できたんで、これ全つながりしていく。オッケー。着地も神っているんで、まあ、弱体化は効かなかったにしろ、5個割。まあ、弱点属性で上から殴れる。これは、安心安全に勝利取ったんじゃないか。はい、ダメージ以下ほどというわけで。あはははは。とどろきくん強すぎやろ。あざす。